コンラート一世、コンラート一世、コンラット愛、1九9 8年頃から1157年2月5日、ラウターベルクの修道院にて、没は、毎戦返京博、在位、1125年から1157年、ベッティン博、ティモトその妻イーダ・フォン・ノルトハイム、バイエルン公、オット・フォン・ノルトハイムの娘、1083年没との、息子として生まれ、ベッティン博、 マイセン編境博、ラウジツ編境博を務めたことなどで、危険家としてのベッティン家の権力を確立した。大編境博、デアグロザ、経験白、デアフラムとも呼ばれる。1125年に新生ローマ皇帝、ハインリヒゴ世に、1130年にはロタール3世に従軍して、南イタリアに出兵し、マイセン編境博に封ぜられた。1136年に、 ラウジッツ偏狂白霊、下、ラウジッツも継いだ。1143年、1144年ともには、ローマ王コンラート三世から、現在上ラウジッツと呼ばれるロホリッツ及び、ミルテナーラントの主権を与えられた。彼の時代以降、マイセン偏狂白霊及び、ラウジッツ偏狂白霊は、フラマン人が入植し、開墾した。父親は早くに没死。 家族に晴れ北部のベッティン城周辺の所領を遺産として残した。母のイーダはコンラートに強い権力意識に結びついた自負心を植え付け、同時に深い信仰心を教え込んだ。1103年、マイセンとしたラオジッツの偏境伯であったいとこのハインリヒ一世が亡くなった。コンラートは自分か兄のデート四世にマイセン偏境伯領とオスとマルク。 したらウジッツ辺境白猟申請ローマ皇帝、ハインリヒ4世が報道として与えるのではないかとの期待は、ハインリヒ1世の妻ゲルトルートが息子ハインリヒ2世を出産したことにより粉砕されてしまった。ハインリヒ2世について、生まれた女児を出産直後に貧しい女性が産んだ男児と交換したのだという噂が立った。コンラは自分こそが両辺境白猟の正当な、 継承者であるとの思いを、募るせ、領内で辛辣な口調で、ハイン・リヒ2世を嘲笑した。1121年に、ハイン・リヒ2世はコンラートに攻めかかり、コンラートは捕らえられ投獄された。しかし、ハイン・リヒ2世が1123年に20歳になった、ばかりで急死したことにより解放された。この死は、毒殺ではないかとの説もある。コンラートは、 自分の相続を期待したが、皇帝ハインリヒゴセイは空席となった辺境博の報道を従者のグロイチュ博ビプレヒト二世に委ねた。コンラートはこれに反発、ザクセン公、ロタール、後の新生ローマ皇帝ロタール三世と同盟する。彼はバレンシュテット博、アルブレヒトクマコと共同でまず、マイセン辺境博領に侵入し、この地はコンラートに任された。さらに、 同時期にオスとマルクも攻略した。ビプレヒト2世はわずかに抵抗したが、1123年11月、短い戦いの後、ビプレヒト2世は追放されてこの地は平定された。続く数年のうちに、ハインリヒ5世、1125年没と、ビプレヒト2世、1124年没が相次いで亡くなり、コンラートは、マイセン編強迫に就任した。また、 マイ舞線編狂白には、ヴィンツェンブルクハクヘルマン二世もなっていたが、千百三十年に、不祥事を起こして、ローマ王に選出された、ロタール三世にらえられて、所領を没収。マイ舞線編狂白領全域は、コンラート一世が領有した。勢力範囲の拡大は徐々に成功を収めていった。千百三十五年、ビップレヒト二世の息子で、オストマルク編狂白ハインリヒが亡くなり、 黒い中白化が断絶すると、ロタール三世への忠誠が認められた、コンラート一世に、黒い中白領とオストマルクが与えられた。これが、ベッティンキの支配地域の発端となった。正式に、辺境白に就任した、コンラート一世は、帝国諸侯としての権力を得るべ側から、東のオーデルーに至るまでの領土拡大、植民地化、キリスト教の布教に結びつけた。 彼は信仰心に厚く、多くの修道院の寄進者として知られている。コンラート一世は、ラウターベルク、今日のペテルスベルクバイハレの修道院の建物を完成させ、財宝を供与した。教皇はこの修道院を庇護下に置き、ペテルスベルクを永続的に保護することを許可した。外交においては1146年の戦いの後に、ポーランドとの緊張関係を解決。 1147年には、アルブレヒト・クマコウと共に、ベンド十字軍に参戦した。また、息子のディートリヒト・ポーランド公、ボレスワフ三世の娘を結婚させ、息子のオットや娘のアデーラを、1150年に、ブランデンブルクに拠点を構えたアルブレヒト・クマコウの子供たちと、決させた。この結婚により、コンラートは、アスカーニエン家とベッティン家という、 救世に向かいつつある二つの貴族家門を連携させた。コンラート一世は、教会との連携が当治には必要で不可欠であるということを理解していた。彼の所領である現在の中部ドイツでは、特にマクデブルク大司教との関係が特に重要であっため、追いヒマ暇を大司教に指名した。コンラート一世は、こうした血縁を利用して、自らの影響力を拡大していった。 一方でコンラートは深い信仰心を示すと同時に権力を振るう活動力をも示した。彼は五人の子供たちがエルベ川上流域を争う事態を防ぐために自らこの地域を統治しコントロールすることとした。1156年末60歳に近くなったコンラート一世はマイセ戦の聖堂で聖職者並びに貴族が見守る中、 支配のシンボルである盾と剣を神に戻す、イコール武器と統治剣を捨て去る象徴的なパフォーマンスを行い、ペテルスブルク・バイハレ、ラウターベルクの修道院に入って、使と修道士としての生活を始めた。総意を身につけるのに立ち会ったのは、5人の息子たちと、戦友のアルブレヒト・クマコウ、名優のマクデブルク大司教とされている。 この儀式からわずか2ヶ月後の1157年2月5日に亡くなり、マイセンヘンキョウ・ハク境ョ領は夫が相続した。最初の結婚は、ラーフェンシュタインハク・アーダルベルトホンエルヒンゲンの娘、リュートガルト、1146年6月19日、ゲルプシテット女子修道院でエミン、ペテルスベルクに埋葬された。エルヒンゲン修道院の創始者、皇帝フリードリヒ一世のいとこ。 となされた。現在のベルギー王家は直系の子孫にあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。